gentlemen, 世界一のショータイム、ダーリン三段。この番組では日本中そして世界中から集まったえりすぐりのパフォーマーが最高のステージをお見せします。そして会場の300名のお客様に今のパフォーマンスにいくら払えるか値段をつけていただき、実際に自分のお財布から支払っていただきます。その合計金額がそのまま各パフォーマーのギャランティーになります。さあ、それではショーの幕開けです。 It's Showtime。 世界一のショータイム、ギャラを決めるのはあなた。さあ、皆さん方、本当に今日まで緊張しながら第3回行きましたけど、ちょっと腰を痛めたんで。続いては日本をこよなく愛するブラジル人が日本の心、演歌を歌います。ブラジル人演歌歌手、ホベルト・カザノバ。昨年行われた NHK のど自慢チャンピオン大会。あなたは誰とちぎりますか。五木ひろしのちぎりを歌い、見事グランプリを獲得したのがホベルト・カザノバ、43歳のブラジル人。来日4年、まだ日本語を話せない生粋のブラジル人が多くの日本人を押しのけ優勝。この時会場でトロフィーを渡した演歌歌手、天童よしみさんは、音程もリズム感も素晴らしい、日本の歌をこれほどまでに正確に伝えてくれる方はいらっしゃらないかなと思いますね。ホベルトが演歌に目覚めたのは今から21年前、22歳の時。そして2002年、ブラジルの素人日本歌謡大会に出場し、いきなり優勝。その後ブラジルに留学していたボサノバ歌手の望月美香さんと知り合い結婚。4年前から美香さんの地元静岡で暮らし始めたホベルトは、昨年 NHK のど自慢のチャンピオン大会で見事グランプリを獲得した。現在は妻美香さんと二人三脚でメジャーデビューを目指している。月よ月よ、もっと下じゃない、そんなホベルトが今回なにわ節だよ人生はを熱唱する。生粋のブラジル人が演歌で日本の心を歌い上げる。カモン、ホベルト・カサノバ。この後ホベルト熱唱、果たしてギャラはいくらになるのか。そしてイオンの提供でお送りします。次のブラジル人が演歌で日本の心を歌い上げる。カモン、ホベルト・カサノバ。It's
つやつは、はい、奥様です。どうも。奥様です。